はい、どうも Q です。本日より、初めてやった機能なんですけども、挿絵入れてみました。なんてことない挿絵ですけども。はい、で今回紹介するのはこちらエルフデッキとなっております。いろいろな、ところで見てるエルフデッキは結構重いものも入ってますが、こちらはどっちかというとウィーニー方式、重いものはほとんど入ってません。基本にマナクリーチャーが主となっております。こちらですね、野生語りの機関で、クリーチャーを並べて殴るというフィニッシャーの役割を得てます。こちらで勝つことがほとんどです。また、こちらがですね、ちょっと5マナで重いんですが、まあ入れています。他にもいろいろあったんですが、一回これでやってみようと思ってます。思ってやってみました。また、こちらですね、ヘラルド、エルフを統一する、こちら4マナの、英雄たんになっております。こちらは、カードを3枚制作し、エルフを、1枚場に出しても良いという効果になっております。で、2番目からエルフの上に11カウンターを乗せることができる、そんな英雄たんになっています。こちらが強いんですよね。とっても強いカードとなっております。はい、では、あと、こちらですね、梢の戦術家、エルフの戦士で、あなたがコントロールしている他のすべてのクリーチャーはプラス1プラス1修正を受ける。で、タップで3マナ、出ます。この3マナが美味しいんですよね。結構場面展開するのに大きいです。また除去で激しい恐怖、こちらもですね、こちらエルフデッキですので、エルフを選べば他のクリーチャーは全部マイナス3マイナス3修正を受けるという形で、盤面を制圧することも、場合によっては可能です。基本は2マナクリーチャーをいっぱいこう並べてってですね、こちらエルフの洗練者、こちらでですね、いっぱいこうトークンを出して、で最後に、殴って勝つという単純なデッキとなっております。はい、では一度やっていきましょう。マークもあるといいですね。ウィニーなんで最初の5ターンぐらいが肝なんですよ。で、最初の5ターンぐらいでうまく決めれないともう負けてくことが多いです。お、当たりましたね。再戦目。これはちょっと森が来てないですが、まあ一応3マナあるのであれですけども、マリガンします。今回2マナ、2マナクリーチャーがほとんどなので、このデッキに関しては2マナあれば十分です。黒と緑1個ずつ来てるので OK ですね。はい、でちょっと重い、キーカードはちょっとボトムへ送ってきます。まず森をセット。相手はどんなデッキでしょうか。青ですね。島出ますよね。はい。で、こちらはエルフの。さあ、どうでしょうか。青なんで、バウンスしかないと思いますが、黒入ってるかな？相手はエンチャントデッキですね。切削されて、マホーク。いません。はい。で、沼出して、こちらは、コガの方を出していきます。トークンが1個出て、あちらのディスカード。こちらは攻撃せずに、次のターン。カニ出てきましたね。下は戦術、カード1枚引くですね。どうでしょうかね。おっと、バウンスされました。やっぱりね、盤面にこいつがあるとどん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 クリーチャーが増えていくので、相手としては嫌ですよね。こいつを出していきます。拒否で。
さあどうかな。あまり見ないクリーチャーですね。1マナ05の壁ですか。初心者からあまり見ないカードが結構いっぱい入ってますね。どうでしょうか。お、いいの引きましたね。で、セットしての激しい恐怖。クリーチャータイプはエルフをしますが、ここはなんか、なんでしょう。やるなって出てますね。じゃあエルフ。あ、勝ちましたね。初心者かな？あんまり見たことないカードが入ってますね。フリー体制なんで、そういう方とも時々当たるかな。じゃあ、もう少しやっていきましょう。うまく勝てましたね。なかなか当たらない。あ、当たったかな。はい、では今回も、2つマナが揃っているのでキープでいきましょう。痛め森からのタジュールを使っていきます。激しいルフもありますね。あ、激しい恐怖もありますね。いい感じですね。それで出していきます。向こうはどんなデッキでしょうね。一応接種がついているので、クリーチャーデッキだったとしても、まあ、増えるまではある程度耐えれそうではありますが、赤の、戦術ランドですね。では、こちらから出していきます。攻撃。相手19点ですね。相手は、どうだろう、焼いてくるかな。白からの犬ですね。おお、影槍ですね。なんだろう、回復デッキかな。どうでしょうか。白赤のアグロかな。どれから出しましょう。またもう一度こちらを出して、そうだな、こいつは攻撃しておきましょう。ブロックしてくれたら、ラッキーです。で、こいつが死んだので1点ライフを失い、ワンドロー。ちょっとドローで他のクリーチャーを引きたかったんですが、ちょっと引いてこれなかったですね。相手はセットして終わり。じゃあ森セットして辺境生まれの保護者、壁境生まれのじゃあ出していきます。で、タジュールの エルフを出して保護者をパンプアップしていきます。で、攻撃4点ダメージですね。相手動いてないみたいですね。なんだろう、どんなデッキでしょう。山を置いて、あ、ウィノータ、最近見ないウィノータですね。どうだろう。じゃあエルフの戦術を出していきます。2点パンプアップします。だけで攻撃しますと、接種持ちでパンチ、素通しなら7点。あ、素通しされましたね。残り8点。
影槍をウィノタにつけたとして4点回復ですね。5マナあるんで何かやってくるかな。おお、モスラですか。モスラ、ウィノータもこれで飛んで戻ってきますね。ここは、こちらを撃ってきましょうか。死んだ時2枚で、ここでまた2点パンプアップ。はい、でエルフのトークンが一体出てきます。でまた先ほどと一緒で、摂取持ちクリーチャーとアタックしていきます。こっちはブロックかな。そうですね、こうしちゃうと負けてしまうんで。そうですね、でミノータが飛行状態、飛行がある状態で戻ってきました。これで次のターン全員アタックで勝ちかな。まあでも影槍で回復はしますけど、どうかな。続いては山をセット。やっぱりセットですね。で、55のミノータで殴ってくるかな。おお。ブロッククリーチャーとして残した。あ、いいの来ましたね。これで勝ちですね。はい、攻撃。相手は当然ブロックはしてくると思いますが、ミノータで77をブロック。あとは、あ、そのままです。ああ、ブロックしましたね。で、プラス3、プラス3修正を受けて、野生の方に技能機関で、アタックと。で、相手は5点回復しますが、マイナス7点で勝利しました。うまく決まりましたね。今のは綺麗に決まったと思います。野生の語り部はね、エルスの王様が出た時にも、3マナ出るんでね、ああいうのが出ると打ちやすくなりますね。もともとこのデッキは、ウィニーなので、先ほども言った通り、ウィニーなので。で、マナなしクリーチャーとかがあまり入っ、あ、マナなしクリーチャーと、入ってないので、なかなか難しいですね。序盤ではちょっと打てないので。はい、では次は。いやー、でも本当にカルドハイムがね、出てきて一気にエルフデッキ強くなりましたね。エルフの王様もできたし、英雄団も強いですよね。出れば出るだけカウンター、プラス1プラス1カウンターが乗るのがおいしいですよね。これもキープで良さそうですね。相手はヨーリオン。早く勝たないと負けそうですね。ヨーリオンなんでコントロールデッキはちょっとね、こういうデッキは単純なデッキは簡単にやられてしまうので、最初の5、6ターンまでが勝負ですね。こちらで手札を縛っていきます。1枚捨ててもらいます。
はい、が攻撃。相手19点。白青、まあ、予想通りですね。あ、勝ちましたね。相手事故ってたんかな？土地が事故ってたのかなんかわからないですけど、勝てましたね。まあこういうこともあります。じゃあ、もう少しやっていきましょうか。はい、ではプレイしていきます。まああのランク戦じゃないんでね、うん、結構序盤で相方たちで取りをする方々も結構見えますね。自分もね、何か検証したいときは、あの検証できないときはもう早々と取りをすることがあります。あ、来ましたね。今度はどんなデッキでしょう。今回も良さそうですね。このままキープで。痛みはちょっと何もできませんが、相手は沼セットからのおーローグかな。痛めにあちらを出しちゃったんですが、除去されちゃいそうですね。あ、除去されなかったですね。あ、また外れた。2回連続ですね。うん、まあこういうこともありますよね。うん、キーを取り直してもう一回やっていきましょう。不本意ながらもあれですね、3連勝ですね。はい、はい、7枚キープで良さそうですね。黒がないですけども、うまく回ると思います。エルフが来てるので、沼引かないですね。エルフの戦慄者が来てるので、次沼引かないかな。ダメだったかな。あー、バルキー最近よく見ますね。これすごく自分嫌なんですよね。持ってかれるんですけど、その後コピーされちゃうんですよね。使ってみるとそうでもないのかな、わからないんですけども、使ったことがないので。あ、沼きましたね。いいですね。では出していきます。ここのギブ社で、トークンが1個出ます。で、戦士クリーチャーでアタックしていきます。相手が18点と。相手も沼セット。黒弾かな？ああ、無情なことで、除去されました。で、森をセットして、一旦相手のクリーチャーを。と思ったけどなかったですね。沼が今エフェクト出ましたね。バグですかね。はい、で、摂取クリーチャーとトークンで殴ってきます。ブロックしてくれたらラッキーです。ブロックはしてくれませんでした。相手はロックスワイン城セットからの、おっと、そのまま殴ってきましたね。
いいの引きましたが、ちょっとまだ使えないですね。そのまま全員でアタック。残り8点。相手は何も、相手はこのまま攻撃しちゃって何もなければ、8点ちょうどいくので、あれですが、まあそんなことはしないですよね。クリちゃんを除去してきました。難しいな。どうだろうな。うまく森引ければ、野生語りがあるので、プラス3プラス3されるんで、勝てるけど、あ、相手攻撃してきましたね。お、引きましたね。引けましたので、全員アタックして、相手はブロックができない。マナも垂れ終えてる何もないので、プラス3プラス3して勝ちですね。はい。対戦ありがとうございました。いい感じでしたね、今の。いい感じで回りましたね。相手が攻撃してきたのが、あれ、ちょっと、びっくりしましたが。勝ててよかったです。はい。あともう一戦しましょうか。次はどんなデッキかな？今回のハンドは一応2マナ揃っててエルフのも2マナクリーチャーもいるのでそのまんまやっていきます。はい、相手は緑森セットからの摂氏デッキかな。摂氏デッキは最近よく当たりますね。摂氏強いですもんね、本当に。こちらクリーチャーデッキだから、摂氏デッキにはちょっと相性悪いんですよね。攻撃するとやられちゃうんで。あ、外れましたね。喜んでいいのかどうなのか。せっかく動画にしてるのに。手札がやっぱりうまくなってなかったんかな。土地でも事故ってたんかな。ネズミですか。ネズミはあんま使わないんですよね。昔はね、使ってましたけども。だいぶ前の話になりますが。はい、次は、どうかな。今回もいいですね。いい感じの手札だと思います。そのままキープします。では、森を出して、タジュールを出していきます。相手は、赤青ですね。こちらから先に。で、攻撃。焼かれるかな？ショックで焼かれるかな？おっと。フェアリーが出てきますね。フェアリーは飛んでるので対処できないんですよね、このデッキ。飛行にはあまり強くないデッキなので、どっちにしても早くこちらでクリーチャー展開を早くして。勝てればと思いますが、まあ、手札を捨てさせました。お、いいの引きましたね。通りましたね。攻撃来るかな。除去、ああ除去じゃないな、ドローですね。相打ちで、ターン終了と。どうでしょうね。相手がどんだけインスタントソサリーを持ってるか。
まあ、5枚あるんでね、何かは持ってるでしょうけど、なんだろう、何も出てこないですね。クリーチャー除去して引くカードですね。こちら沼をセットして、どうしよう、エルフの王様から出していきます。でプラス2プラス2でプラ1プラ1で2になってるので、ブロックはせず投資、残り9点ですね。サイクリングかな。真夜中の時計、エルフを出します。でこちらはセットして攻撃ブロックですね。大体6点。次のターン何もなければ勝てそうですが、どうだろう。テフェリーですね。ワンドローしてディスカード。じゃあ土地を捨てましたね。でトークンが1体入れて、こちらはブロックされるとあれなので、一旦これでフェアリーを除去しておきましょうか。で相手に何もなければこれで勝ちになりますが、全員でアタック。相手はテフェリーでドローしてディスカード。何か引いたかな。多分1体はブロックされると思うんですよね。おっと、除去ですね。このターンではまだ勝てないですね。で残り2点と。どうでしょうか。テフェリでまた手札の入れ替えを行っていきますが、ターンエンドですね。まあとりあえずじゃあ王様の方出しておきましょうか。でこれで1体でも通せば私の勝ちとなりますが、何かあるかな。でカードを1枚引いて、2枚引いて、フェイズアウト。ああなるほど。これでこのターンはしのがれました。なかなか削りきれないですね。おっと、2枚目出ましたね。いやー、2枚目出ましたね。きついな。きついな。まだ20点あるんで、こっちは。まあまあ、まだいい気ですけど。どうかな。で、沼。沼をセットしてクリーチャー出しましょう。
相手は、あ、カウンターですね。で、4体で攻撃と。では1枚手札の入れ替え。グッドゲームって言ってますね。中出たかな。あ、勝てたようですね。よかったです。いやー、でも2枚出た時はあーもう無理かなってちょっと思いましたね、正直。うまく勝ててよかったです。別にトランブルとかねついてるわけではないので、うまく除去されてっちゃうとこう大きなクリーチャーがいるわけではないので、やっぱりねダメなんですよね、負けてしまうんですよね。あまりあそこまで引き伸ばして勝つことは少ないんですが、まあ5ターン目ぐらいまでに掌握できれば勝てるデッキとなっております。こちらですね、デッキリスト。はい、インポート用に下に書いて付けてありますので、よかったら参考にしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。また、次回も見ていただけると大変励みになります。また、コメントなんとかもいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では失礼いたします。